Somos Julie y Takashi. Y para el día de hoy vamos a comer insectos. ¿Qué va a decir? Mushio, tabemas. Ya va yo. これはですね、タイで作られた食べてもいい虫ですよ。うん、食べられる虫だね。うん、あるよね、こういうのね。うん、4種類もあります。なんて言えばいい、わからない。な、なにこれ？え、なんか後ろに書いてあるよ。シルクワーム。うーん。ふたほしコオロギ。ヨーロッパイエコオロギ。サゴワーム。塩味。気に入る？この写真。やばいよ、これは。食べてみたいけど食べたくない。ま、食べてみたくないです。いいですか？ちょっと待って、水欲しい。大丈夫、準備しましたので。あのね、これはマジできつい。今までで一番やりたくないです、この動画。本当に本当に。はいはい。日本はなんかイナゴとか食べるじゃん、文化で。え、何それ、イナゴ？イナゴ？コオロギみたいなやつ食べるんだけど、昔ね、でも今でも食べてる人いるかもしれないけど、昔は普通、超一般的というか、でもコオロギだからね、言うて、うん、幼虫とかは食わないよ、このワーム系。うん、こういうメキシコは食べる？うん、食べるよ。あ、南メキシコでよく、まだ今でもこういうやつを食べる。タンパク質が高いんだって。ヘルシーだって。まあ、そうですか。うん、じゃあでも芋虫はやばいよね、これ。いやなんか見たら食べられなくなると思う。開けるよ、とりあえず。いいよ、開けて。とりあえず開けなきゃ。食べれなかったら、まあこれはそれで失敗ってことでいいかな。動画的にどう思う？失敗していいよね。食べれません。いや、これ開けた瞬間飛んできたら怖くない？やだー。怖い、なんかし。あー、袋の中にまた袋があります。もう本当に見た瞬間にお尻がキュッてなってできない。もう樹怒ったんだけど、なんで自分で持ってきたやつでしょ。樹怒ったのでこの動画できません。タカシーン、俺さ、朝から何も食ってないからめちゃくちゃ腹減ってんねん。じゃあ食べて。どうぞ。最近じゃあ俺は食べやすそうなこのコオロギ食うから、樹このミルは。いやワームは本当にやめる。やめる。でも他のやつは多分食べられる。俺もそう、わかる。それの気持ちすごいわかる。あ、もうこれ袋、だからもうこれ袋開けた時にさ、手にちょっとついたらどうしようって言われあるんだけど、そんぐらい嫌なんだけど。ハサミでこうやんない？こうやって、わかる？シープロックとかあるから、あれ使おう。なんでシープロックはこれ保存するための。うん、絶対保存しないでしょ、この小物。今日後で使ってもいいと思う。ふざけんな、後で使わねえだ。いや開けてください。何に使うのこれ。秘密です。スープに入れるんだ。あくまで。たかしがひどいことした時に、たかしのスープ。この一番上のミルワームが動いてる。動いてる？本当に？動いてないけど。これ食べんの、マジ今から俺ら。うん、やーな。できない。考えさせてくれ。やばい。俺虫超苦手なの分かってるよね。あ、そうなの？そんなに虫超苦手なの知らないの？ちょっと知ってたけど、なんか死んでるやつはもう大丈夫って。一緒だろう。超苦手な人は生きてても死んでても同じなの。私ゴキブリだけがもう無理。でもそれ以外は。思いっきり開けたらバーン。いやー、出てきて。ハサミ欲しいな。ジュリは強い女だから。ジュリは強い女。はい、開けました。おジュリは強いです。出します。こんにちは。やばい。足見たよ。ちゃんと動画撮ってるね。足見たよ。こんにちは。これ出し方やばい。これそのまま出し方。お先にどうぞ。私、箸で食べてよろしいですか？いいよ。日本人らしく、ここは箸で食べます。いやー、気持ち悪い。なんでこの動画やろうと思ったの？超面白いと思ったから。ふふんってねんのよ。見て、これ、このやつは
一番やばい。なんかちゃんと頭が見えるから食べてください。ノー。じゃ一番意味わかんないやつ食べていい。これとか、これ多分ミルワームでしょ。そう、私も そのやつが食べたい。え、それかこれ、これ食べていい。これいいよ、食べて。これうなぎみたいなやつ。うん。でもちょっと待って、よくみんな食べれるね、これ。子供の時にイナゴとか食べてましたよって人はちょっといけるかもしれん。そうね。考えすぎ。考えすぎ。慣れてないだけ。慣れてないんだよ、うんうん、そう、慣れてないの。慣れてないんですよ。こんにちは。いい、私は君ですか。じゃあ俺より慣れてるんだ、ジュリーの方が。いや、わかんない。多分でもなんか今の動画でタカシはちょっと弱いから、じゃあジュリーがやらなきゃって思う。もうそう、俺もう無理これ。ジュリーはこれ食べます。いやな、これなんだろうね。コオロギ系。そう、そうかもね。じゃあお願いします。見なくていい、こう目をつぶって。タカシどうしたの。食べた後まだキスしてくれる。尊敬する私のこと。もし食べたら尊敬、いや、するする。関係ない、関係ない。なんで難しいんだもん。多分2回ぐらいテキラ飲んだら大丈夫になる。どういうことだよ、酔っ払ってたらってこと。マジです。あー、ちょっと待って、あーもないでしょ。あーもないでしょ。あ、落としたよ。いや、落としてない、落としてない。落としたよ。落としてない。ポテトチップスの匂い。もういいじゃん。めっちゃ音聞こえてくるんだけど。普通に美味しいよ。どんな味？どんな味？あの、小さいお魚食べたことある？タンパク質が高いからこれ食べてるよって言ってたやつ覚えてる？うん。なんていうの？あの煮干し？煮干し、その味がする。しょっぱい？うん、しょっぱいよ。すごい、俺は無理ですけどね。小さいやつ食べたら私、口に入れてあげよう。あと5時間ください。ジュリー合格。おめでとう。すごいよ、すごいよ。君はゴキブリももう倒せるね。見て、私が食べたやつはまだあるよ。分かってる、分かってる。絶対無理。中にミルクが詰まってる。うわー、絶対中がジューシーだから。何か硬いものはまだ喉に寄ったみたい。足。いやー、さっさと食べて。さっさと食べて。できるよ、みんな。頑張る。何も怖いことがない。マジで今日ご飯一口も食べてない。食べましょう。 OK。 これブーンブーンブーンってなってるね、まだね。ジュリーがさっき食べたのと似てるのどれだ。こっち。そう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 。これ？そっち。うん。今キーンってなったね。なんか痛いもん。死んでるから大丈夫って感じ。かわいい。ちょっと待ってくれ、これはマジで正常なんだ。正常な 、うん、反応なの。うん、ね、ね、道は怖いよね。うん。大丈夫だ、なんかよく聞くだろ。でも大丈夫だよ、キーンって動かなければね。いいですよ、どうぞ食べてください。何も考えないで、何も見ないで、口に入れたら大丈夫です。ここにチョコレートあるな。あ、あるよ。あ、うん、これを半分切ってこの中にこいつを入れて。ダメだよ。しないからね。わかる、それはわかるんだよ。きっと味はいいとね。お魚の味だから食感。あ、俺は今虫を噛みつぶしているって考えることがもう無理。何もない、何もないね。今一回拭いていい、これ。うん、いいよ。虫がついたから。いいよ。
食べます。うーい、もうエアーですよ、エアーですよ、はい、エアー練習ですね、はい、できない、無理無理、頑張って。私がやったから。高島もやめて、無理。これは絶対できるよ。はい、無視です。何もないです。もう何もない。本当にましてや、熱っ。無理だよ。ギブアップするの？悔しいけどね。うん、ジェニーに負けてもいいの？全然いい。ならいい。 Y no, eso fue todo por este video. En verdad esperamos que les haya gustado mucho. Y si fue así, no olviden darle like, suscribirse a este canal y a nuestros canales Instagram. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye bye. ¡Ay, Mushi!